ドカベンの雑学。ドカベンは超有名野球漫画で知られているが、七巻までは柔道漫画だった。作者の水島新司はバッターのスイングがうまく描けると、試合の展開を無視してこれをホームランにしたりしていた。元メジャーリーガーのイチローは、僕はとの的1、2番コンビを組みたい、と劇中での共演を希望していた。実際に作中では1、2番を組んだり、毎年2人で首位打者争いを演じていた。ドカベンは実は実写映画化されている。舞台はメイクン高校だが、ストーリーは先の柔道編から始まり、主人公の山田太郎が野球部に転部、頭角を現すまでが描かれている。メイクン高校のエース、里中悟の名前は、漫画家の里中真知子がその由来。里中悟はバレンタインデーに、里中宛にチョコレートが500ほど届いたほどの人気者。ドカベンプロ野球編が生まれるきっかけとなったのは、ドカベンたちは今、どうしているんですか、プロで一緒にやりたいですよ、という清原和博の一言だったそうだ。